北海道食品機能性表示制度、通称ヘルシードゥを皆さんはご存知ですか？この動画を見ればヘルシードゥについて詳しく学ぶことができ、健康への意欲が高まります。まずはヘルシードゥとはどのような制度なのか、道庁の方に聞いてみました。北海道には、美味しくて安全安心な食べ物がたくさんありますけれども、それと同時に、健康に良い食材というのも豊富です。そのような、北海道の食の機能性、つまり、健康の維持増進に役立つことについて、一定水準の科学的な研究が行われているということを北海道庁が認定するものです。機能性食品の表示制度としては、消費者庁の制度で特報ですとか、機能性表示食品などがありますけれども、ヘルシードゥというのは、地方自治体が作った全国初の食品機能性表示制度ということになっております。簡単に言うと、ある食品に対して科学的に研究したという事実を道に申請し、それを北海道が厳しくチェックした上で認められるとヘルシードゥの認定がもらえるという制度です。ヘルシードゥの認定を受けた商品は、安心・安全・信頼・おいしいといったもともとある北海道の魅力に加え、健康という新たな魅力が加わります。これがヘルシードゥの認定マークです。このマークがついている商品がヘルシードゥの認定を受けた商品となり、現在41社から78品目が認定されています。例えばこちらのチョコレートには、ヘルシードゥの認定を受けたオリゴノールというポリフェノールが含まれています。またこちらのスープには酵素処理アスパラガスの抽出物であるイータスが含まれているということで、ヘルシードゥの認定を受けています。他にもヘルシードゥ認定を受けた食品に使われる主な機能性成分にはこのようなものがあります。では今後の認知拡大に向けてどのような取り組みを行っているでしょうか。認定商品数の拡大に向けては、北海道らしい機能性成分をたくさん開発するために、食の機能性評価に関する研究の体制強化に取り組んでいます。またもっともっとヘルシードゥについて知っていただくために、北海道どさんこプラザなどでヘルシードゥフェアというイベントを開催したり、さまざまなメディアを活用した広報に努めています。ヘルシードゥのマークは、健康でいられる体づくりに関する科学的な研究が行われた証です。ヘルシードゥを食べておいしく健康になりましょう。